皆さんは家に薬が残っていませんか？自宅に眠る薬を有効活用しようと、大分市であるバッグの配布が始まりました。5日なら5日分は全部飲んでしまわないといけないって言われてからね、ちゃんと最後まできちんと飲むようにはしてるんです。解熱剤をまあ3日とかもらっても、まあ2日で熱下がったりしたら捨てるのももったいないなみたいな感じで、なんとなく取ってますけど。飲み忘れや飲み残しで家に眠る薬を活用するため、今月から大分市薬剤師会が配布しているのが、その名もお役立ちバッグ。日常的に薬を服用している人に無料で配っています。団塊の世代が高齢化していて、かなり医療費が、社会保障費も膨らんでいる中で、少しでもそこの医療費の削減に貢献できるっていうところは、これから進めていくべきかとは思ってます。お役立ちバッグをお持ちなので、はい、ちょっと見せていただいていいですかね。はい、こちらですね。はい、この余ってる薬、はい、一応中身確認させていただいて、はい、それで調整できるかどうかと含めて、はい、ちょっと確認しますので。お願いします。こちらの男性は自宅に残っている薬をバッグに入れて薬局に来店しました。はい、ありがとうございます。結構いろんな病気をしましたので、薬が余るというか溜まるというか、それは確かにあるので、こうやって調整していただけるというのは大変ありがたく思います。このお役立ちバッグ、患者も国民の税負担にも助かる仕組みがあります。高齢化社会だからこそ普及させたい目的とは。今日の深掘り、取材は浅見さんです。はい、皆さんの手元に残った薬はないでしょうか。薬代の削減にお役立ちバッグとは一体どんなものなんでしょうか。仕組みを説明します。医療機関で医師の診察を受けたときに薬を処方しますよね。薬局に処方箋を出すときに、薬剤師がお役立ちバッグを見て処方する薬の量を調整します。そのときに必ず薬剤師が医師に連絡を行うようにもしています。大分市薬剤師会の田森直樹副会長は、薬が余っている、残っていると医師に言いにくい場合もある、そういう時は薬剤師がバッグの中を見て判断できると話しています。残ってしまいやすい薬、どんなものなんでしょうか。例えば便秘の薬、高血圧の薬、血糖値の薬など、個人で症状の改善を判断しがちな薬だったり、症状に現れにくい薬、こういった薬は要注意です。特に高齢者に薬が余ってしまうということ多いそうです。その理由としては、複数の病院に通って処方される量が多いこと、また飲むこと自体を忘れがちなことといったことが考えられます。ではこのお役立ちバッグでどれぐらいの薬代が削減できるんでしょうか。こちらです。大分市薬剤師会が5ヶ月間199人を対象に調べたところ、合わせて57万4723円が削減できたそうです。この額は1人当たりにすると2888円。患者にとっては薬代が減らせて嬉しいですし、国としても医療費の負担が減らせることができて、財政の逼迫を減らすことも期待されます。そしてお役立ちバッグがあると、こんな相談もしやすくなりそうです。薬をバッグの中に入れて薬局に持って行って、以前処方されたこの薬飲んでもいいですかといったような相談、こういった相談をすると薬剤師の方はこのように答えてくれるそうです。薬の外袋、薬シートですね、にはロット番号が書いてあるそうです。そこで使用期限の照合ができる、バッグごと持ってきてくれれば助言ができるということです。
ちなみにあくまでも目安の一つなんですが、薬の期限は1年半から2年ほどだそうです。ただまずはバッグに薬を持ってきてもらうことが、健康や生活習慣について薬剤師と患者でコミュニケーションを取るきっかけになると話しています。お役立ちバッグぜひ活用してもらいたいですね。